秋田新幹線。秋田新幹線は、ミニ新幹線方式により、森岡駅から秋田駅まで、田沢湖線を追本線を走行する、東日本旅客鉄道、JR 東日本の新幹線車両を使用した列車の通称及びその車が走行する、同区間の通称である。ラインカラーはピンク。この名称はあくまで通称であり、山形新幹線同様、 正式にこの名称を持つ路線は存在しない。盛岡駅から大曲駅までは田沢湖線、大曲駅から秋田駅までは大宇本線である。なお、廃線の都合により大曲駅でスイッチバックを行う。盛岡駅東京駅間で東北新幹線との直通運転を行っているため、講義では東新幹線の列車、小町自体や小町が走る東京駅や北駅間も、 秋田新幹線と呼ばれる。以下、突起なき場合は、競技の秋田新幹線、森岡駅や秋田駅間について記述する。1997年、平成9年、全国新幹線鉄道整備法に基づかない新、在直通方式のミニ新幹線として開業した。同法では、主たる区間を、時速 200km 以上の高速度で走行できる。 幹線鉄道を新幹線と定義してり、法律上は、森岡駅や北駅間はあくまで在来線であって、新幹線ではない。在来線区間の下半が、秋田新幹線の名称の通り、秋田県内であり、北、東北を横断するような線形である。大雨山脈を越えるためトンネルや曲線区間が多く、この区間での高速運転は難しい。1984年、 昭和59年10月に秋田県は東北新幹線の開業後首都圏への連絡経路として田沢湖線の比重が増したことから東北経済連合会と共同で新幹線接続在来線の速度向上に関する調査日本鉄道施設協会に委託し田沢湖線の高速化について調査を開始した翌年に調査結果はまとまり県はそれを叩き台として 国鉄の他関係当局等と非公式協議を断続的に重ね、1986年3月に県が策定した県総合発展計画後期計画において、ミニ新幹線の整備が重点課題として定められた。1987年4月の秋田県知事選で3、1000を遂げた佐々木菊二は、初登庁後の県職員に対する挨拶で、 立ち遅れていた県内の社会資本等の整備を進めるため、田沢湖線のミに新幹線化、高規格幹線道路の建設、八幡体、兄、田沢湖地域での大規模リゾート整備の3プロジェクトを3期目の三大公約として掲げた。また、同年6月11日に山内周一郎 JR 東日本副社長が就任挨拶のため、秋田県庁を訪れた際には、 県幹部との会談で田沢湖線のミニ新幹線化について構想具体化のため協力していくことで一致、同年6月19日には県の主導で秋田森岡間在来線高速化推進委員会が設けられた。しかし、同年7月に運輸省、学識経験者、JR 東日本などによって組織された新幹線在来線直通運転調査委員会が ミニ新幹線のモデル線区として、大宇本線福島駅山形駅間を正式に決定した。山形と共闘し、ミニ新幹線事業を在来線活性化事業として位置づけ、運輸省等に水面下で働きかけていた秋田県側では、この決定に落胆し、山形に抜けがけされたと思いないた県民が多かった。ミニ新幹線のモデル線区として、山形側が選定されたことを受け、 同年7月13日、秋田市で開催されていた、県高速交通体系整備促進協議会の総会の席上、高田刑司秋田市長から緊急動議が提出され、同協議会のメンバー構成で、田沢湖線のミニ新幹線化を推進する、秋田森岡間在来線、高速仮想機実現規制同盟会、会長佐々木知事が発足した。以後、規制同盟会は、 ミニ新幹線の実現のため運動母体となった。1990年8月24日、運輸省は、翌年度予算編成において、田沢湖線と大本線のミニ新幹線事業費を、概算要求に組み入れることを決定し、これに合わせ同年9月に、JR 東日本は、東北新幹線と田沢湖線の通運転の技術を、検討するチームを発足させた。 そして同年12月28日の大臣折衝において運輸省が財源年出の手段として求めていた鉄道整備基金からの無利子貸付制度の復活が認められたことによって秋田新幹線は着工のめどが当たった。秋田新幹線開業にかかる事業費は966億円で内訳は車両に310億円、地上施設の整備に656億円。 施設工事費598億円と老朽部取り替え58億円だった。また事業費は1991年に創設された鉄道整備基金国から地元秋田岩手県が対象経費の50%ずつについて無利子貸し付けを受け完成後に JR 東日本に施設を譲渡するスキーム新幹線直通運化、高規格化等に対する無利子貸し付けが適用され 鉄拳交団が整備主体となり、工事は JR 東日本に委託された。また車両については、秋田県と JR 東日本が出資して設立された第三、セクター、秋田新幹車両保有株式会社が保有し、JR 東日本に貸し付けられる法都が取られた。2010年3月31日に、同社は解散したが、秋田県の出資額115.25億円は、 全額召喚され、所有車両は23億5400万円で、JR 東日本に売却された。結果、秋田県の実質負担分は施設工事費の98億円、総事業費の10.1%のみとなった。秋田県に全額召喚。1992年3月13日に、秋田駅前で、非公式が挙行され、軌道工事は、 同年3月の大本線刈和のマイナス本、吉川の伏線化工事を川切りに着手された。また JR 東日本東北工事事務所が、米国のメーカーに発注した連続起動更新機、愛称、ビッグワンダーが、国内で初めて導入され、工事の省力化や、工期の短縮に大きく貢献した。改め機工事が進捗すると、秋田大曲駅構内の改良工事と、 車両基地、南秋田運転所、現、秋田車両センターに、新幹線車両の修繕施設と留置線の建設も進められた。加えて、山形新幹線の開業時に、踏切トラブルが相次いだ状況を踏まえ、県、JR 東日本秋田支社、秋田県警が協議の上、県が所管する73カ所のうち24カ所、 歩行者専用を含むの立体交差と9カ所の止めを決めた。また、停車駅の駅舎についても、改築から日が浅かった角野立駅を除く、すべてが秋田新幹線の開業を機に新造されている。新幹線の相性については公募され、約6万3000通の中から、最終段階で小町、秋田、実りに絞り込まれ、3832通だった。 小町が採用された。この愛称決定については、新聞読者欄等で、しばらく賛否両論が渦巻いた。1997年3月22日に5年の後期を経て、秋田新幹線は開業した。初代小町 E3K のデザインは、キッコーマンの卓上賞予備をデザインしたことで知られる a q 安健次が手掛けた。 秋田新幹線は1997年3月22日の開業にあたってイベントが行われた。1997年3月には秋田駅構内留置線に車両を留置し、夢空間、ジョイフルトレイン、オリエントサルーン、シルフィード、建築限界測定車、親31系、電気機関車、ED75777、トロッコ仕様の貨車、 トラカタチム会社を展示公開した面白列車大集合が実施された。また、この貨車を用いたトロッコ列車をトロッコ生ハゲ号、小賀線、トロッコリンゴッコ号、五能線、トロッコとタトタ号、花輪線として各線へ向けて運転した。同年7月19日から21日にかけて開業記念イベントのフィナーレとして秋田駅横定機関に SL 秋田号が運行された。牽引は、高崎運転所、現、高崎車両センター、高崎支所所属の蒸気機関車、D51498、客車は、南秋田運転所所属の12系6両。この列車は、小町との並走が行われ、駅などで配布されたパンフレットには並走ポイントが、記載された。なお、蒸気機関車とミニ新幹線車両との並走はこの時、 限りとされていたが、後に何度か実現している。E6 系、電車7両編成を使用した小町が運転されている。田沢湖線内はすべて単線なので、新幹線列車が普通列車と行き、違いのために待ち合わせをすることがある。大曲駅では、田沢湖線と大宇本線の接続配線の都合により、スイッチバックする。 秋田新幹線開業前の大羽本線は一部、複線化されていたが、開業に際して、複線部分は上り線を、新幹線用の標準機に改めたため、線路が二つ並んでいても、両方とも、単線、単線並列である。このため、普通列車と新幹線が、同じ方向に走ることもある。なお、神宮寺駅マイナスボン。本 吉川駅間のみ新幹線同士の行き違いのため、競技側を参戦機場にしている。全国花火競技大会、対局の花火、大戦士開催時は、大曲駅が始発、終着となる臨時列車が運行されている。なお、在来線区間のみを走る臨時列車は午前0時以降にも設定される。秋田新幹線、講義は、 開業以来順次高速化が図られ、在来線区間は最高速度時速 130km、東北新幹線区間では最高速度時速 275km での運転が可能になった。これにより、一部の列車、東京発下り最終と秋田発上り始発などの数本のみは、東京駅秋田駅間の所要時間を3時間台で運行していた。しかし、 それ以外の大半の列車の所要時間は4時間以上となっていたため、さらなる高速化が以前より、たびたび県議会や地元メディアにおいて議論の的となっていた。特に、秋田、岩手県境の仙岩峠区間ではカーブと勾配の影響で高速運転ができないため、秋田県では峠付近の高速化の検討がなされたこともあった。その後、 2013年春から2014年春にかけて、車両機械による東北新幹線区間の高速化が段階的に実施されることとなり、同区間では最高速度時速 320km での運転が実施されることとなって、東京駅や北駅間で平均15分程度の所要時間短縮が図られた。また、同区間では保安装置を DSATC に更新したことにより、 導入前に比べて、数分程度の所要時間短縮も図られた。これらの施策がすべて完了した2014年3月15日ダイヤ改正では、すべての定期列車が3時間台、最速列車が3時間37分で運行されるようになった。田沢湖線の全線及び、大宇本線区間の多くが、単線のため、停車駅でない駅や、信号場での対向列車待ち、 運転停車も多く、普通列車を待ち合わせするために停車することもある。雫石駅田沢湖駅周辺は、豪雪地帯であり、大量の降雪による影響で、在来線区間の列車の遅延が発生しやすい。この影響による、接続、連結待ちのため、森岡駅で上り、小町と連結する登り、早さ、2014年3月14日以前は、早手の遅れを招き、 過密ダイヤとなっている東京駅大宮駅間で線路を共有する上越新幹線や北陸新幹線に影響が及ぶこともある。また天候によっては同区間などの運行を中止する場合がある。下り列車で盛岡駅や北駅間が区間運休となった場合、盛岡駅で切り離された小町車両は盛岡新幹線車両センターまで臨時改装される。なお、 平成18年号雪の際、列車が運行中で立ち往生し、乗客が車内に缶詰状態になったことがある。また、運行を見合わせた際に代替ワス等が手配されなかった場合、乗客の混乱に拍車がかかることもある。大曲り駅ではスイッチバック方向転換となるため、大曲り駅や機体機関は走行方向が逆となる。以上より、 東北新幹線区間では、高速化のための各種施策が続々と着手され、実現されつつあるが、肝心の秋田新幹線、競技区間においては未だに、高層の意を出ていない。秋田新幹線で運転されている車両は次の通り、編成記号の S は、系列に関係なく非営業用車両全般に、用いられている。全列車に普通車、12から17号車とグリーン車。 11号車を連結する。なお、JR 東日本は2007年3月のダイヤ改正以降、東北、上越、山形、秋田の各新幹線及び在来線特急列車のすべてを禁煙車とし、喫煙ルームなども設けていないため、車内での喫煙はできない。なお、秋田新幹線各駅と東北新幹線各駅等を、投資で乗車する場合、盛岡駅での 小町から、はやぶさ、はやで、やまびこ乗り継ぎを含むの特別急行券については、東北新幹線との乗り継ぎ料金度があり、秋田新幹線内のみ乗車する場合の特別急行券については、在来線の営特急料金が適用される。交通需要について、国土交通省が2000年に調査した、都道府県間鉄道旅客流動データによると、秋田県を目的地とする、 鉄道旅客のうち、東北新幹線沿線、東京都、埼玉県、栃木県、福島県、宮城県、岩手県からの年間旅客数は69.0万人であった。これらの各出発地のうち最も旅客数が多かったのは、宮城県の28.1万人、ついで、東京都の23.3万人、岩手県の8.8万人である。一方、秋田新幹線沿線、 秋田県を出発地として東北新幹線沿線を目的地とする年間旅客数は68.3万人であった。これらの各目的地のうち最も旅客数が多かったのは宮城県の30.5万人、ついで東京都の18.4万人、岩手県の8.1万人である。沿線各都県間の旅客流動状況二千年は以下の通り、単位千人、 年東京県、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県とする。秋田新幹線の利用状況は順調であるが、田沢湖線と大尾本線を改めき、改築した結果、森岡から秋田を経由しての青森方面への直通が不可能となり、かつて同区間を直通していた特急、田沢は運転区間が短縮され、秋田駅青森駅間の特急、鴨鹿。 現在は、津軽となった。そのため、森岡方面からの直通列車がなくなったの代市では、秋田新幹線の東の白駅までの延伸を、JR 東日本に要望している。しかし、大宇本線、秋田駅青森駅は、日本海中間線の一部となっているので改めき、改築が難しく、さらに JR 東日本が、機関可変電車の開発に参加していないことから、実現は、 厳しいと見られている上に、沿線の議論も盛り上がりがない。さらには、野城市に隣接する北秋田市に、大岳野城空港があること、そして、改めき、改築の費用対効果が希薄であるなどの理由から、必要性が薄いという意見もある。2018年6月、JR 東日本が、秋田新幹線の岩手、秋田県境である田沢湖、 戦北市から赤渕岩手県雫市町に全長約15キロの直線的なトンネルを整備する計画を昨年11月に地元自治体に伝えていた子が明らかとなったこの県境区間は山が険しいため谷底を縫うように線路が走り悪天候に弱く加えて並行する道路がなくトラブルが発生時に乗客の避難誘導も難しいことから地元では 新ルートの整備が兼ねてから求められていた。そうした実態を踏まえ、JR 東日本が現地調査の他公費の試算を行ったもので、それによると後期は10年以上で、秋田東京間の走行時間は、現行より約7分の短縮、概算事業費が600億円規模になるとの試算を、県や沿線自治体に伝えたことが分かった。調査結果を踏まえ、JR 東日本は、 整備には前向きと報じられているが、整備にあたっては国や県の財政支援が不可欠との認識を示していると伝えられている。なお、事業にあたっては国と自治体が鉄道事業者に対し費用を五分の一ずつ負担する仕組みがあるが、秋田県は県と JR の負担が重すぎるとして国費の支援を増やすように訴えている。佐竹高久秋田県知事は、 調査結果を受けて2018年7月に秋田、岩手の7市長で発足の規制同盟会に県が主導的に割り国土交通省や JR 東日本、岩手県に財政負担などの協力を呼びかけるとの意向を明らかにしている。なお、岩手側は時間短縮や安定運行のメリットが少ない一方で過大な負担を求められかねないと、達祖拓也岩手県知事は 規制同盟会への参画に慎重であると報じられた。2018年7月18日に、規制同盟会は、設立総会を開き、大仙市の大松博之市長が、会長、佐竹知事が、顧問に就任して発足した。また、岩手県は、参加を見送り保留としていた。その後、同年7月26、27日に、札幌市で開催された、 全国知事会で佐竹知事が達祖知事に規制同盟会への参加を直接要請した。その際に達祖知事は費用は JR が負担すべきと従来通りの主張を繰りしたが新ルート整備の必要性自体については両者の意見が一致した。これを受け同年7月30日に岩手県は秋田県のように主体的に関わるのではなくオブザーバーとして 規制同盟会に参加する意向を示した。開業に先立つ1997年2月1日から JR 東日本が東日本全域のほとんどの民放で小町登場編と銘打った小町のスピードと快適性を訴えた東京、秋田便を就航させている航空会社を意識し比較広告を出航した。JR 東日本が競合する飛行機との比較広告を出航する。 初の事例であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。